ジュリーの過ぎゆくままに、沢田研二の年表。今回ご紹介する年代はこちら、1971年、パート3。沢田研二の年表に行く前に、この年代に何が起こったか確認してみましょう。年代流行というサイトから、1971年の今回は流行語、そしてヒット曲を、今回はご紹介したいと思います。このヒット曲はこの後紹介するジュリーの年表ともいろいろ関わってくるので、ぜひ注目して聴いてみてください。1971年、流行語、アンノン族、脱サラ、ニアミス、ピースピース、変身、ホットパンツ。次は1971年、ヒット曲ベスト10。第10位、さらば恋人、坂井正明。第9位、望郷、森進一。第8位、雨のバラード、湯原正幸。第7位、花嫁、橋田典彦とクライマックス。第6位、横浜、黄昏、五木ひろし。第5位、直美の夢、ヘドバとダビデ。第4位、傷だらけの人生、鶴田浩二。第3位、また会う日まで、尾崎清彦。第2位、知床旅情、加藤時子。第1位が私の城下町、小柳ルミ子でした。以上、1971年の流行語とヒット曲をお送りいたしました。まずアンノン族っていうのは、雑誌アンアンやノンノを小脇に抱えて旅行する女の子たちというね、意味ということなんですけども、脱サラは脱サラリーマンの略で、会社を辞め、独力で、事業を起こすことということでね、脱サラは今もね、言われてますよね。で、ニアミス、これもね、今も使われておりますけども、衝突や接触する恐れがあるくらい飛行機同士が、接近することという意味なんですけど、今では結構ね、あの人とこの人を、合わせちゃいけないみたいな、ニアミスみたいなね、意味合いも、使われますよね。ピースピースっていうのは、井上順さんが、テレビの司会で V サインを作りながら行った、ということで、だから順さんがこの、ピース V サインの、生みの親というか、流行らせた方という、ことらしいんですけどね。変身は仮面ライダー。ホットパンツに関してはですね、よくその、なんていうんですかね、視線がホットみたいな感じのね、意味っていうふうに、なんか言われたりしますけど、実際はなんか暑い時期に、履く男性用のズボンみたいな、意味合いがもともとらしいんですけどね。そしてヒット曲でございましたけども、ね、坂井正樹さん、ね、ソロで誰よりもね、成功してますGS の中でね。そして1位が小柳ルミ子さんということで、この売上枚数は後ほどのジュリーの年表のところでちょっと比較のためにね、ご紹介したいと思っております。それではこのようなね、時代の背景を踏まえつつ、1971年の11月から12月のジュリーの年表を行ってみましょう。1971年11月1日、沢田研二ソロ初シングル、君を乗せて発売。同1日、ピッグが萩原健一プラスピッグのクレジットでサードシングル、戻らない日々発売。11月10日、ピッグのライブアルバム、フリーウィズピッグ発売。12月21日、沢田研二セカンドアルバム、ジュリー2インロンドン発売。以上、沢田研二の1971年11月と12月の年表でございます。ピッグのアルバムが8月に出たばかりなんですけども、11月1日に、ジュリーはソロ初シングル、君を乗せてをね、発売、するわけなんですよね。で、証券の方は萩原健一プラスピッグのクレジットで、サードシングル、戻らない日々を発売ということで、やっぱりある種の分裂という形になっちゃったんでしょうね。別にそのなんか、後々のジュリーと証券の中をこう見るとですね、なんかこう確執があったというわけじゃなくて、やっぱりよくある方向性の違いという感じなんでしょうかね。ジュリーはもうソロの方に行ってしまった。あの事務所側がね、なんかやっぱり、バンドじゃなくてソロをこうさせたいみたいな意向があったっていうふうにはね、聞いておりますので、で、証券の方は証券でもうそのせっかくピックというものがねあるから、じゃあね、萩原健一っていう名前を、ね、出してプラスピックに、しようかみたいな感じのアイディアだったんですかね。
ちなみに君を乗せての、オリコン週間チャートは最高位で23位、累計売上は10万枚ということで、ちなみに先ほどの、ご紹介した1971年のヒット曲の売上枚数とこのジュリーの、売上を比較いたしますと、10位の坂井正明さんのさらば恋人は 52.9 万枚なんですね。でそして五木ひろしさんの横浜は 60.6 万枚で、ベスト3、尾崎清彦さんのまた会う日までは 92.8 万枚、加藤登紀子さんの知床旅情は 102.8 万枚、そして1位の小柳ルミ子さんの私の城下町は 110.3 万枚ということで、すごい売り上げですね、小柳ルミ子さんね、大隅健也さんとまだ会うかなり前だと思いますけど、まあこれを見るとやっぱりジュリーの10万枚というのはちょっとやっぱり苦戦したのかなという感じはしますよね。だって、その後ジュリーはベスト10にずっと入るね、ミュージシャンになるわけですから。ちなみに欄外ですけど、スター錦野さん錦野明さんの空に太陽がある限りは 30.8 万枚を売り上げておりますので、まあね、それを考えるとやっぱりなかなかいい曲なのにね、もうちょっと上に行ってもいいのになという感じはいたしますけどね。そして11月10日に、ピッグのライブアルバム Free with Pig が発売されますが、このライブ版でね、印象的なのはタンバリンやめてでございますよね。これはなんかジュリーと証券のファンが実は結構お互いに、バトルをしていたということで、ジュリーがボーカルを取ってる時にですね、証券のファンがタンバリンなど叩いて妨害したというね、そんなことがあったのかというようなね、まあ今はじゃあなかなか考えられない、ことでございますけども、そして、12月、21日にね、ジュリーのセカンドアルバム、ジュリー2 in ロンドンが発売になるということでね、もうこうなると完全にもうピッグっていうのは、崩壊というか、もうね、解散の方に、進んでいくということになるわけなんですけども、1971年の、ジュリーの年表に関しては、本日一旦、終了ということでね、またこの、年のね、いろんな、エピソード等が出ましたら第4弾ということで、お知らせ、したいなと思っております。ジュリーの過ぎゆくままに、沢田研二の年表、また次回お会いしましょう。こちらのコーナーを含みます月曜日から金曜日6時半にジュリー最新情報、楽曲などを紹介するレモンジュリーステーション、こちらのサイトもぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひ足を運んでください。しげれもんでした。